かなくなったし、昨日と比べまして189円37銭高い2万8000円。
党の特命委員会などは昨日党本部で会合を開き、与野党の実務者協議で合意した LGBT など性的少数者への理解を図る法案を了承しました。ただ保守派からは異論も出ており、論戦はベラルーシのルカシェンコ政権が領空飛行中のアイルランドの旅客機を強制着陸させ、反政権派のジャーナリストを拘束した問題を受け、EU がベラルーシ国営航空の EU 上空の通過や着陸禁止など制裁の導入を決めました。日本産科婦人科学会の登録医療機関が行う第三者の推進による人工授精で民間の精子バンクが有償で精子を提供する取り組みが来月から始まると読売新聞が報じました。人工授精をめぐっては子どもの出自を知る権利を認めるかなど法整備の課題が残っています。産経新聞によりますと、総務省は昨日携帯電話会社の取り替えを取り替えを促すための有識者会議を開き、自社回線でしか通話ができなくなる機能の原則禁止を求めることなどを盛り込んだ報告書を発表しています。プロ野球のセ・パ交流戦が今日開幕します。去年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となっており、なお今夜の日本放送ショーアップナイターでは巨人対楽天の試合を予定しています。そこまで言うか。プロ野球広島の選手が本当に大勢コロナに感染してしまって、ゲームができない状況なんですけど、今日もできないじゃん。そうなんです。今日明日も広島西武戦は延期ということになりました。カープは菊池選手とか鈴木誠也選手、長野選手らが感染したということですからね。西武として見れば、はい、戦力が落ちた広島とやりたいところだけど、森田さん広島さんに使っていたそうなんだ、本戦やっても負けるんだよ。